はい、こんにちは、りょうです。本日の大雑把映画感想はですね、ザ・スイッチを見に行ってきました。この映画は102分、監督がクリストファー・ランドン、主演がビンス・ボーン、キャスリン・ニュートン、まあ、他、今ね、ただいま、3本連続ね、撮ってるんであれなんですけれども、これ面白かったね。これハッピーデスデイとかの監督と同じです。で、しかもこれ時系列もなんかちょうど同じ時期に起こってるっていう。で、まあ、あらすじ的に言うとね、まあ、地味な女子高生がいるんですけれども、指名手配犯中の連続殺人鬼にね、殺されちゃうんですよ。で、その殺されるっていうのはなんか、ナイフがあって、それで刺されて殺されるんですけれどもね、魂が入れ替わっちゃって、女子高生が殺人鬼のその体に魂が入っちゃって、で、殺人鬼は女子高生の体に行っちゃうっていう話なんですけれども、でね、それ、なんと24時間以内にまたね、入れ替わりが解かないと一生そのまんまになってしまう、話なんですけれども、そこでね、いろんな犯人との、戦いがあるわけです。まあ、こういう映画なんで、しかも、ハッピーデスデーとかもね、ある。まあ、B 級に近いような映画。まあ面白いは面白いけど、まあ踊っちゃ踊のような、ストーリーでしたね。まあね、ちょっとね、笑えるところもあって、まあ何も考えずに楽しめる映画なんでね、これね、ネタバレになっ、今から言うのはネタバレになるんですけどもね、最後ちゃんとね、まあ犯人と魂が入れ替わって、で犯人が死んだかと思われて救急車でね、運ばれてたんですけどね、心電図測るやつがね、取れて、で、心拍数がゼロになって、で、そして女子高校生の家の映像に切り替わって、で、そこでね、またその男が家にやってくるわけ。で、まぁ、最後ね、決着つけるんですけども、最後に言ったセリフでね、なんかちょっと入れ替わっちゃってるんじゃないのみたいな感じになってたんですけれども、まぁね、セリフをね、ちゃんと見ていくと、ちゃんとね、入れ替わっておらずね、物語が終わっていて、まぁ、良かったです。この映画もね、ハッピーデスデーと同じね、続編があるのかなと、思っちゃった、そこの、あれで。だけど、まあ、セリフを考えると、多分続編は、ないような感じになっております。はい、じゃあね、今日はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。